心を安く生きるためには人と比較するな、妬むな、人と比較するな、妬むなというお話をしたいと思います。この世はですね、人と比較すればですね、虚しくなることもあるし、逆にですね、変わった優越感を持ったりしますが、人と比較しないでですね、自分は自分と己の生き方を自信を持ったらいいと思います。人と比較すればですね、とかくそこから妬み根性なんかが発生してですね、幸せ感が薄れると思います。自分は自分でいいじゃないかと、人と比較しない。あとですね、人にある自分にないものを持ってですね、ジェラシー、優越感、あるいはですね、劣等感から解放しなさいってことなんですよ。自分の生き方でいいじゃないですか。私はいろんな世の中の人たち見てきてですね、たとえ東大とかですね、一橋大学のような超一流大学を出たような人でもですね、うまくいってない人もいれば、全然日の目を見てない人もいます。東大の法学部なんか出ててもですね、と思うようなですね、全然世の中に受け入れられてない人はいます。逆にですね、学歴なんかなくてもですね、喜々として毎日を喜んでですね、生きてる人、私も例えば伊豆大島出身の伊豆大島の漁師さんとかですね、毎日をですね、喜々として生きています。はい、まとめます。心安らかに生きるためには人と比較するなと、妬むなと、自分は自分でいいじゃないかと、今を楽しんで生きようということです。はい、さようなら。